ボ,ボボボボボボボ脱出。はじけろワイヤルは2005年3月17日にハドソンから発売されたゲームキューブ専用ゲームソフトである。通常の移動場面は 3D 上のマップで移動、走る、ジャンプなどといったアクションゲーム的な要素がある。戦闘場面は炎上の土台から相手を突き落とすといった戦いが繰り広げられる。 移動中に手に入れたフィギュアやアイテムを見ることができたり、原作者であるサワイ、沢井ッ夫が今までのボゲー用に描き下ろした絵などを見ることができたりなど、今までのボゲーよりお楽しみ要素が増えた。また、GBA ケーブルを使用することで、過去のボゲーのミニゲームの一部を GBA にダウンロードすることも可能。現時点で最後のボゲ芸であり、ハドソンから発売されたゲームキューブ用、 ゲームタイトルとしても最後の作品となった。ある日、ボーボーボたちに謎の手紙が届いた。その手紙は、監獄島への招待状で、ビューティー以外のメンバーは自分の願いを叶えるため、怪しむことなく、監獄島へ。しかしそれは結果理隊による罠だったことは誰も知らない。自分以外のキャラクターを場外に落とし、相手の弾け魂を例にすれば、勝利となる。ストーリーモードでは、 ボーボーボーチームと敵チームに分かれての対戦となり、敵チームを全て落とせば勝利となるが、仲間の弾け魂が残っていても、自分のプレイしているキャラクターの弾け魂がなくなった時点で敗北となる。ストーリーモードで敗北しても、特定地点まで戻されるだけでアイテムを失うなどのペナルティはない。弾けゲージが溜まった状態でコマンドを入力すると、奥義を使用できる。 40人登場。ストーリーモードにおいては、ボーボーボ、狩猟パッチ、天之助、ヘッポコマル、ソフトン、電学マンを操作できる。CPU に設定した場合、キャラクターによって行動思考が異なり、敵味方構わずに攻撃するか、敵のみを狙って攻撃するかが異なる。バトル中、 融合戦士の組み合わせのキャラがいる際に、ボーボボが各融合戦士のアイテムを取ると融合できる。多分は5時間、それ以外は1分で融合が解けてしまう。弾け魂がなくなることでも融合は解除される。操作は、ボーボボのプレイヤーが行うことになり、ボーボボが CPU 操作の場合融合戦士も CPU 操作になる。過去に GBA 向けに発売されたシリーズ作に、 収録されているミニゲームを GBA ケーブルを用いて GBA 本体に転送することで GBA 本体上でプレイすることができるようにするモード。ストーリーモードで隠されているアイテムとして見つけることでアンロックされる。ありがとうございます。